比較幸福学入門知的生活という名の幸福大川隆法前書き宗教家として知られている私のもう一つの面は紛れもなく知的生活者である。大学生になった頃からこの道をもう40年も歩んできた。講演や出版事業、教育事業、政治運動、さまざまな組織運営もやってきたが、ある意味で私の一筋の知的生活者としての副産物でもあったといえる。自分の頭脳を過信せず、本田清六博士のように、努力即幸福だと思って勤勉に働いてきた結果が、数多くの知的生産物と各方面への影響力として残った。学問のある方は多いが、若い頃、渡辺正一、現上智大学名誉教授の知的生活の方法、俗知的生活の方法、発想法などを読んだ効果は、長く私の人生に影響を与えた。その出版元とは、その後、波風も立つこともあったが、私が愛知社であることを理解されていたら、あるいは避けられたものだったかもしれない。本書は比較幸福学を研究しているうちに、ほとんどの人が知的生活者であったことに気づいて書かれたものである。結局、私が惹かれた幸福とは精神的なものだったのだろう。2014年9月4日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、幸福の科学大学創立者、大川隆法。目次、前書き、比較幸福学入門、知的生活という名の幸福。2014年9月2日、東京都幸福の科学総合本部にて、1、幸福学を探求する知的生活者たちが求めた精神的幸福。学問的幸福学の講師はアリストテレス。若いうちに哲学をやりすぎると不幸を招くことがある。三大幸福論が書かれた年齢は一致している。西田喜太郎禅の研究の年齢的限界とは、2、知的生活と幸福について。知的生活というライフスタイルを提唱した渡辺正一氏、知性には2種類あるという説。知的生活に伴う幸福について。知的努力の短距離走と長距離戦。知的生活の継続が大きな差を生む。3、自助努力と富の関係について。知的生活には経済的基盤が大事である。社会の富の総量を増やす自助論の精神。社会主義的平等に勝る知的生活の伝統。4、比較幸福学1、ストア学派と快楽主義。内面の自由を説いたエピクトテス。心の闘魚に幸福を求めたソクラテスとマルクス・アウレリウス。快楽の中にこそ幸福があると説いたエピクロス。時代を気にせず我が道を行く幸福の科学。5、比較幸福学2、三大幸福論を比較する。ヒルティの説く仕事論と時間の生み出し方。真の幸福は神のそば近くにあることと説いたヒルティ。
物の見方を変えることで幸福になれると説いたアラン。幸不幸を招くつまらない原因を発見する、ピンの発見。現実的な理由を知ることで物事を軽減できる場合もある。大著西洋哲学史の著者バートランド・ラッセルの思い出。ラッセルの道徳的なバランスの良さと唯物論的な限界。6、比較幸福学3、その他の著名な幸福論。ショーペンハウエルの遠征主義的幸福論。老教のヘッセに見る老荘思想的幸福論。知的生活者の理想像の一つとしてのカント。7、幸福な知的生活のために、知性のバランスを保つため、社会との接点を。新聞やニュースは必要だが、頭の負担でもある。結晶物を生み出し、知的自己実現をなす喜びを。後書き。現在政治の世界は韓国や中国との関係調整でギスギスしている。しかし日本人が知的生活という名の幸福を忘れなければ、未来は確実に明るい。最終的には自由な言論が出せて、知的生活者が幸福を確保できる国を守り抜いたら、未来社会の先生役になるのは確実にその国になるからだ。お隣の中国では習近平氏はおそらく知的生活という名の幸福はご存じなく、人民が毛沢東語録を振りかざしていた時代に戻りたいようだし、韓国も李承信が秀吉軍を打ち破った映画が歴代1位の1600万人以上の動員数を記録したり、よみがえった安重根が日本の安倍首相を暗殺する本がベストセラーになったりと、国策洗脳国家であることは中国や北朝鮮とそう変わらない。まだ言論の自由もなく、知的生活者もいないのだろう。この比較幸福学入門は別の形での個々人による国家成長戦略の一翼を担うだろう。日本の未来はまだまだ明るい。こういう本が出続ける限りは。2014年9月4日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、幸福の科学大学創立者、大川隆法。